皆さんおはようございます。今ヤワラードリに着きましたよ。ヤワラードはバンコクの都心にあります。ソラプン国際空港からワジヤワラードまで車でただ45分をかかります。そんなに遠くないでしょうか。今日は皆さんにいろいろなところを案内します。じゃあ時間をもったいないように行きましょうか。皆さん着きましたよ。ここはヤワラ通りに竜の口と言われるところなんですが、皆さんはヤワラ通りに来たことがありますと思いますけど、でもヤワラには食事とショッピング以外はまたスクーバー学校もありますよ。皆さんは知らないでしょうか。では時間をもったいないように見に行きましょうか。はい、行きましょう。คิดว่าเอ๊หรือว่าจะเอาตรงเนี้ยสร้างสระดำน้ำดีแล้วเราคิดไปตอนนั้นรถไฟฟ้าใต้ดินยังมาไม่ถึงนะแต่กำลังจะมาละบอกอีกหน่อยก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะข้ามเรือก็ได้นะแล้วก็บ้านเราก็มีที่จอดรถแล้วก็อยู่กลางเมืองอ่ะก็เลยไอเดียนั้นก็เลยบันเจิดขึ้นมาคิดว่าเออถ้างั้นก็เอาเงินมาสร้างสระขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รีโนเวทบ้านไปด้วยในเวลาเดียวกันสมมติว่านักดำน้ำที่มาเรียนเนี่ยแล้วว่ายน้ำไม่เป็นนะครับพอเริ่มเชี่ยวชาญอุปกรณ์ดำน้ำก็จะมีความมั่นใจอุปกรณ์เนี่ยสมมติว่าคุณรู้สึกจะจมน้ำเนี่ยคุณก็ทิ้งตะกั่วนะครับหรือคุณอยากจะลอยคุณก็เติมลมเข้าชุดบีซีเนี่ยนะครับหรือชูชีพเนี่ยคุณก็จะลอยได้ละทีนี้พอนักเรียนพอเริ่มคุ้นกับการใช้อุปกรณ์เนี่ยคุ้นกับน้ำปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มค่อยๆสอนว่ายน้ำให้เขาเป็นในตัวด้วยสุดท้ายเขาว่ายน้ำเป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากสุดที่มาเรียนกับพี่ผู้เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับคือตามกฎเลยนะครับตามมาตรฐานเลยเนี่ยสแตนดาร์ดก็คือรับที่10ขวบแต่ที่เราจะดูเป็นหลักของเด็กก็คือดูว่าเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบไหมนะเชื่อฟังคำสั่งไหมนะครับแต่แก่สุดเนี่ยก็ไม่มีลิมิตอีกเหมือนกันคือถ้าร่างกายคุณยังไหวนะครับไม่เป็นโรคประจำตัวที่รุนแรงและคุณหมอบอกดำน้ำได้ก็เรียนได้ที่ใครสอนก็70ปี70ใช่ไปหลัง70แล้วจะเรียนต่อหรือจะดำต่อก็ได้ใช่คือเมื่อคุณเริ่มแล้วเนี่ยมันเหมือนขี่จักรยานดำน้ำนะครับคือเป็นแล้วเป็นเลยอาจจะไม่ได้ดำนานๆก็กลับมาซ้อมแล้วก็ไปออกทะเลได้เลยนะครับสนุกดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่างเงี้ยครับมาติดต่อได้ที่โรงเรียนสอนดำน้ำ .com ติดต่อทางเว็บไซต์ได้เลยครับสอนดำน้ำ .com มีนะซังโมฮิรุนันเดสよね今ちょっとお腹が空いてるからだから今日ヤワラートリにお店をご案内します。ヤワラートは中国家料理がたくさんあるから、でもここは一番美味しいと思います。お店の名前はフォンセンホンという名前です。料理はだいたい中華料理なので、一番案内したいのはここなんです。これは焼きアヒル。次はシューマイ。次はパーカフォン甘酢炒め。次は香港風ビーフン炒め。これはチキンとカシューナッツを炒め、最後のはホイチョウ。皆さん美味しそうでしょうか。じゃあまあ我慢できないから僕は食べます。じゃあ皆さん今僕はお腹いっぱいでしたよ。次の場所は皆さんに有名なお寺をご案内いたします。じゃあ時間を無駄しないように。行きましょうか。皆さん、今ワットポーの前に着きましたよ。ワットポーはバンコクで一番有名お寺なんです。ワットポーの中に綺麗なネチャカ仏がいます。皆さんに見たいですか。
じゃあ時間もったいないように見に行きましょうか。皆さん、今僕はワットフォーのタイマーサーチ学校に着きましたよ。じゃあ中に入りましょうか。入りましょう。皆さん、今僕は準備ができましたよ。これからタイマーサーチします。どんな気持ちかどうかわかんないけど、やりましょう。よし、マッサージ終わりましたよ。とっても気持ちよかったけど、でも今日の旅はまだ終わってないですよ。これから船を乗りましょう。時間をもったいないように行きましょうか。皆さん、今僕はエーシアティークへ行ってます。でもまだ船まだ来ないから、今筆が来てますので行きましょうか。はい、行きます。皆さん、今僕はエーシアティークに着きましたよ。でもエーシアティークで買い物する前に、僕はバンカニターというタイ料理お店をご案内いたします。バンカニターはとっても有名です。料理も美味しいし、値段はそんなに高くないし、それだけを聞いて僕は我慢できないから、じゃあ中に行きましょうか。皆さん、今美味しい料理が来ましたよ。全部でしょ。でもこれは美味しいですね。これはあのパッタイ。パッタイはあのタイ風あのエビ焼きそばなんです。これはトムヤムクンです。あの酸っぱくて辛いのあのカイロスープ。これはなんかパイナップル果物じゃなくてシャハンです。名前はパイナップルシャハンです。これはね、あのオーダブル。これはあのアヒル肉とブドウ辛いスープ。これはね、ナンピクロングヤという名前です。これサボン。サボンは果物なんですけど、でもこれはサボンから作りました。名前はサボンのスパイシーサラダ。これはホタテとあのホーリーのホーリーバジル炒め。あの全部美味しいです。でも今僕は我慢できないから食べちゃいます。はい、皆さん食べましょうか。皆さん、今は最高のところなんです。今僕立ってるのはエーシアティークリバーフロントです。今はね、あのバンコクの人の人気なところなんです。あのここはショッピングもできるし、あの食事もできます。いろいろなお店がいっぱいありますよ。皆さん見に行きましょうか。はい、行きましょう。皆さん、今日は朝から今までどうしましたか？僕はとっても楽しかったです。朝にヤワラ通りにスクーバスクに行きましたでしょ。僕は初めてスクーバの勉強をしました。最初に本当に難しいと思ったけど、でもやってみてそんなに難しくないと思いますよ。皆さんにもしヤワラ通りに
食事とショッピング しなくて、筑波学校にぜひ行ってください。次は法政本のレストランでしょ。あそこに僕たちは中華料理食べました。やわら鶏の中華料理は他のお店は全然違います。なんというかわかんないけど、でもちょっと味はね、やわら鶏だけ食べれます。また次はワットフォーですね。ワットフォーはあそこでタイの中でタイマッサージが一番有名ですよ。スタッフは上手だし、また日本語と英語も通じます。僕はタイマッサージしました。とっても気持ちよかったですよ。次はエーシアティークですね。エーシアティークに行くときに船で乗りました。とっても楽しかったで、ちょっと早かったけど、でもそんなに怖くなかった。でも無事にエーシアティークに着きましたよ。エーシアティークでショッピングする前に僕たちはタイ料理は食べましたね。バンカニターでタイ料理の味はとっても美味しかったで、お腹は今までまだいっぱいになっちゃいました。もし皆さんはエーシアティークにお店や探すときに、僕はおすすめですね、バンカニターです。でもこれからまだ終わってないけど、いろいろのお店を買い物する。皆さんはもしバンコク来るときにぜひエーシアティークに来てくださいね。ありがとうございました。